本来ならここでさだまさしのセイヤングをお送りするお時間ですが、ただいまハワイのワイキキビーチで肌を焼いている豆電球の姿が確認されたというビッグなニュースが飛び込んでまいりました。ハワイ特派員のレイコさんを呼んでみたいと思います。もしもし、ハワイのレイコさん。はいはい。レイコさん、もしもし。はいはい。そちらの様子いかがでしょうか。どうもこうもないでしょうか。はい。だからこう、どうもこうもないでしょ。自分ばっかハワイとかロスとかね、もう私の立場は一体どうなるのね。私は佐田家のご霊場でございますよ。だからね、この模様はまた後ほどお送りしたいと思います。Good evening, ladies and gentlemen. こんばんは、ノーチンことのよしゆきです。グッドイーブニング。レイコです。今週と来週のセイヤングは、皆さんご承知の通り、さだ様がお休みです。そう、どうも本当に皆さんすみません。遊んでるわけじゃないんですよ。遊んでるんじゃないんですか。いや、遊んでないんです。ちゃんと合宿してます。と信じています。ということでですね、今週は私、ノーチンと、はい、ご令嬢レイコ様、おレイコ様、まさに愛の水中化コンビが。古いんじゃないそれ。ダメ？ちょっと、若い人は分かんないと思うよ。若いけど知ってるよ。若い？おれいこ様は？私も若い。知ってるでしょ？大丈夫。あいの水中学組がにぎやかにお送りします。なんかテーマがあるとか。そう、なんとですね、来月新、放送が開始されましてからね、20周年を迎えます、はい、セイヤング。すごいでしょ、20周年ですからね。それを先取りしまして、セイヤング200周年大放送。なんと、もし、セイヤングが200周年を迎えたらどんな放送をやってるかというテーマでお送りしたいと。200周年ってあと180年あるんですけども。ねえ、死んでるでしょ、多分。そんなことはないでしょう。まあ、それはさっておきまして、今週だけのピッチヒッターコンビですけど、楽しくにやかにお送りしますので、最後までどうぞよろしく。のちんれいこのセイヤングスペシャル。この番組は、ハートも美味しい、東ハート製菓がお送りいたします。水亀座、魚座、お羊座。東ハートオールレーズンプリンセスの新島弥生です。この間、CM の撮影でハワイへ行った時、ブルの海辺へ出てみたら流れ星が一つ。みんなに愛されるスターになりたいな。オールレーズンと一緒に弥生も応援してください。ミネソタ州スプリングバレー、典型的な中部のカントリータウン。青い空、広がる大地、風になびく黄金の小麦。この町で生まれ育ち、そこから出たことのないような主婦たちが焼いているのは、こんなクッキーではないだろうか。伝統的なアメリカンスタイル、東ハトオークビレッジ。いや、まあ、おれいこ様。いや、本当にね、もう、あっという間で30分って、なんてこんな早いんだろう。なんでしょうね。ねえ、って、2、3分しかまだ喋ってないじゃない。で、ほとんど農賃が一人で喋ってた、私何してんだろうなと思ってしまったんですけど。今日はね、焦ってるんですよ。なんかね、そんな焦ることないよ。いや、今日ね、山梨からこう飛んで帰ってきたもんでね。それで、田原俊彦のコンサートっていうのが、今日、甲府でありまして。会場でうどん作ってたんですか。そう、こうやっていらっしゃいませって、そんなことやるわけないでしょうが。そうなの。それで、一応踊り頼まれて踊って、コンサート押したんですよ、今日。あら、まあ。いつもは。ダメ、コンサートは。でしょ？押しちゃダメ、絶対。肌様押さない、絶対。絶対押す。でしょ？すいません。それでね、うちも押しまして、田原が。でね、18時30分開演だったのが、
45分開演だったんです、うんうんうん、でコンサートも2時間ちょっとあるんです、うんうん、で僕は9時の電車に乗って甲府発、はい、で戻ってこなくちゃいけないんだけど、うんうん、僕がコンサート会場出たのが9時8分前、うん、あらまあ大変だったのね。大変だったのよ。まあ私なんかあれですよ、今日なんかお昼の1時に入っちゃったもんね。どこに？え、スタジオに。ここに入っちゃったし、それでもうね、勝さんにはね電話4回くらいかけちゃうしね。あららららら、本当にそういうの嘘ですよ。やらしいから困った。いや、レコーディングしてたんですけどね。あ、今日私もね、うん、忙しいもんですね。もうなかなかね、 LP の。そうそう、 LP の。あら、楽しみなんですよ、曲。いや、もう結構この間の見させていただきました、ね、マサシングワールドでチュルって歌った歌を。いやいや、まあ本当振り付きですか、お礼子様の。いや、もうやめてください。素敵な歌を、あれはちょっと、まあまあ、今日聴けるんですか、後で。あ、今日はそうですね、まあ、ちょっと短めに長くお送りしようかな。で、ね、一言だけちょっとお礼を。あ、はい、今日ね、甲府でその会場を出てから、うん、甲府駅に行くまでの間に、うん、タクシーが拾えなかったんです、うんうん、であと6分ぐらいで電車が出ちゃうって、うん、近くにファンの方とかいらっしゃって、はい、すいません、タクシーない、タクシーない、タクシーないって探し回ったんだけどいなくて、で、すぐ隣にあったジャムジャムっていう喫茶店があるんですよ、うん、はい、そこのお兄ちゃんが2人と、うん、お姉ちゃんが1人、エプロン姿の人がいました、はい、すいません、あのお兄さん車持ってませんかって聞いたら持ってるって言うんで、すいません、あの駅までお願いしますって駅まで乗せてもらって。嘘申し訳ございません。ジャム、ね、うん、甲府のなんてお店なんですか。ジャムジャム言ってるでしょ。あ、そうか、人の話聞きなさいって。いやいやいや、そうか、ジャムジャムのお兄ちゃん。そう、お兄ちゃん、名前聞くの忘れちゃったんだけどね、ジャムジャムって甲府のなんとかホール、うん、なんとか、なんとか会館、わかんねえな、甲府市民権立会館、うん、なんかあるでしょ、そういうのが。わけのわかんないところを喋る人ですね。そういうところの隣にあるジャムジャムってお店のお兄ちゃん2人、本当にありがとうございました。ね、本当にどうもありがとうございます。いい人、世の中捨てたもんじゃない。もう本当すいませんねって言って、いや、困った時はお互い様でさ、なんかおじさんみたいな若い人だったんですけどね。若い人ですか。ちょっとパンチパーマ気味のお兄様だったんですけど、ね、あら、どうもありがとうございました。そのおかげでも間に合いまして、はい、間に合いましたっていうか、ナイターが押したから良かったかなっていうこともあったりなんかして。そうなんですよね。だからハーベスト大学のね、そうなんです、せっかくそうよ、マサ様が録音してくださったのに。ちゃんと録音してたんです。皆さんごめんなさい。ごめんなさい、ね、いや、だから野球が押しちゃったからね。野球どうだったんですか、結局は。野球ですか。あ、結局あれは巨人が勝ったんでしょ。マネージャーの松本君に結局巨人が勝ったと。そうなんですよ。あ、なるほどね、はい、延長やったんですか、野球は。だから延長だったから押したの。あ、そうなの。そうよ、野球全然知らないんですよ。私も知らないんだけどね。黒柳徹子って言われてる。野球を本当に知らなくて困ってる。私も知らないんですけどね。今日はさだ、うん、様がいなくて、はい、なんでいなくなっちゃったんですか、あの人。あのね、なんか今合宿してるんですよ。で、合宿でね、うん、マネージャーの人がなんかチラッとさっき顔見してましたですけど、うん、合宿しながらあれレコーディングもやるんですか。そう、そうです。できればやる。できればですよ。できればでしょ。絶対レコーディングするんですか。とにかく曲なしで行きましたからね。あらららら。曲なし。うん。手玉なしですから。手玉なし。じゃあ向こうで。え、ハワイ行ってんの。ハワイ。ハワイって豆電球焼きすぎてね、ブラックライトになんなければいいんだけど。でもあなただって結構真っ黒だよ。結構お風呂入ってないんですって。そうです。結構信じられちゃうんですけど。よしなさい、それ。いけないいけない、うん。コンサート向けに一生懸命日焼けをしておりますがですね。はい。こう真っ黒い私と、博多人形のような綺麗なお礼子様のおしゃれで続けたいと思います。どうしてこけるのそこで。分かんない人ね、はい、というわけで、この後はですね、大阪名古屋の皆さんもいらっしゃいます、セヤング200周年大放送。では行ってみましょうか。
阪名古屋の皆さん、へい、あ、ごめんなさい、ね、段取りあってへいよね、もう一回いきます。大阪名古屋の皆さん、へい、レッシェイ、すみません、にやらせちゃってさっき3度も練習したのにどんなもんだよね、合わないね。今日ダメ、やっぱ緊張しているお礼子様と一緒だって、憧れのお礼子様だもん。あら、そんなことないわ、私だって憧れの、もう私ほら踊れない歌手だから。え、僕踊れない踊り子だから。でもおうどんおうまいでしょ。うどん結構腰があって粘り強くてみたいな、うん、そうでしょ、だからいいじゃないですか。何を言ってんですか、うん、いいんですけどね、はい、まあ、本当にでも皆さん、あの、私のよしゆきです。はい、私あのれいこですよ。で、本当に申し訳ないんですが、うん、申し訳ございませんでした。本当どうしたの、いきなり。いや、あの、一応豆電球の親分様が、今日はいないということで、大阪と名古屋の皆さんにも謝らなくてはいけないと。うん、わあ、ハワイで曲作るってなんかこう大見切って言った人ですね。一応、まあ、お礼子様肉親だから代わりに謝るっていうのも。そうでしたね。一応お礼子様ほらご令嬢。いや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 、いや、まあ認めたくないけど血がつながっておりますので。おい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 、本当に申し訳ございません皆さん。もう一生懸命曲作って、あの、合宿しておりますので、はい、よろしくお願いしますね。でも物は考えようですよ、うん、ね、だってこうやってさ、ノーチンがこう2人でこう愛の水中加工で、ノーチンが2人でじゃなくて、ノーチンと、そうそう、ノーチンとオレイコ様の2人で、オレイコ様と2人でね、あ、ごめんなさい、愛の水中加工で、はい、これのラジオデビュー記念日ですからね、やりましたね。このままさださま帰ってこないでハワイで真っ黒焦げになってしまってオレイコ様とノーチンとセイヤングっていうのを続けてしまおう。そうでしょう。でも、あの、とにかく大ボラ企画があるっていう話ですから。そうなんです、うん、今日、あの、嘘つきで友達をなくし続けた農業出勤が考えました、はい、あの、大ボラ企画、はい、セイヤング200周年記念放送、あの、来月でね、20周年記念なんですけどもね、うん、なんでいきなり200周年なんだか分かんないんですけども、いや、あの、憎まれっ子世にはばかると申しまして、はい、私ははばかり続けようと。うん、で、200年後にはきっとさだ様も、うん、豆電球からミラーボールになってセイヤングを続けてるだろうと。あの、そうですね。きっともう3分、3分とこう5個を刺しながら。私たちもそうかもよ。おれいこさんは何になってる？私？ 200 年後。私やっぱり梅干しかな。梅干しね、うん、あんまり光らないと思うんだよね。いや、光ってるような気もするけど。じゃあ、農中は何になりたい？やっぱうどん、乾燥うどんみたいな。でも戻せば食べられるからいいよね。そうそうそう、梅干しはほら戻しても食べられない。梅干しはあの、ほら、あの、ウーロン茶じゃないわ、うん、焼酎のお湯割りに固くなーってこうカチカチになって梅干し入れてふやかしながら飲むと結構、あ、ふやかしながら飲むのね。リサイクルの効く2人組みたいな。そうね、リサイクル、ミラーボールリサイクル効かないから。そうね。そめちゃめちゃ言ってますけどね。一応私の兄ですから。兄、兄ですよ。すいませんが、はい、でも本当にね、200年続いたラジオがあったら面白いと思う。はい、本当。もし、うん、あったら、うん、で、今夜のセイヤングはですね、うん、私のよしゆきとおれいこ様がですね、うん、スペシャル大放送をお送りします、はい、この年齢不詳の2人組愛の水中華コンビがにぎにくにににににににぎお送りしたいと思います、はい、ね、そうなの。だからお兄ちゃんに一応言ってあげてほしいな。はい、あの、お兄ちゃん聞いてる？ハワイだから聞けないと思うけど。そうでしょ、うん、同人レイコのセイヤングスペシャル。この番組はハートもおいしいの東ハート製菓がお送りします。マヒコ、この頃化粧が厚いんじゃないか。そうかな。ハーベストを見習いなさい。薄くて品がある。行ってきます。薄くて品があることが大事なんだぞ。薄さの中に美味しさがある。東ハートハーベストとチョコハーベスト。今日の授業は1時間目パックルシーフードバーベキューと2時間目パックルバターガーリック。花子、忘れ物ないわね。はい。お姉ちゃん、教科書忘れていっちゃったよ。カニの形の楽しいスナック。パクパク、東ハートファックル。セイヤこんばんは。認識番号 N634395RB 農業周期です。皆さんこんばんは。認識番号 9-129744SHC レイコです。今週も土曜日の夜にロンリーなナイトライフを送っているミッドナイトボーイズ&ガールズにお送りするノーチンレイコのセイヤング、数えて今週で第 76,594 回目の生放送、文化放送第1スタジオからファンキーなおはがきを紹介しながらお送りします。しか
しまこの曲なんとかなんないのかしらね。あれいきなりあの番組批判ってわけですか。え放送コード警備隊に連れてかれちゃうよ。いやあのそうじゃなくて、うん、確かねこの曲ね1969年の昭和44年ぐらいかなずっとこのままでしょ。いいじゃないのそれがね伝統ってものなんですよ。そうね、まあ、私たちはまあ日本人だからわびさびは大事にしなきゃいけないし。そうそう、あ用事やばいよほらもうオープニングで1分過ぎちゃったですからね早くしないとコンピューター事故発生コードが動いてしまうよ。ただいま入りました臨時ニュースです。今年で200周年を迎えた人気深夜放送セイヤングのパーソナリティノーチンこと能吉之さんはオープニングトークを1分30秒の間に入れることができなかったために1989年の時代に飛ばされパーソナリティの再研修で過去の人気パーソナリティさだまさし氏に弟子入りしました。なわけねえだろがね。200周年ってことは180年後でしょ、うん、でどの時代もテーマ曲が変わってないのはすごいよね。そううん、それはねやっぱね、うん、何年経ってもラジオ番組っていうのはねハガキ紹介とかねそれも変わってないと思うしテーマ曲も変わってないと思う。延々やっぱね、うん、日本の伝統芸能よこれは。それねやっぱ我が日ないとやっぱ我が日ってあるかね。あるんじゃない形は違うだろうけどね。その頃ってさやっぱ我が日読んでいかないファックスになってるかもしれないね。だって今だってファックスあるじゃない。おはがきの紹介に移りたいと思います。なんかすごいくなるいきなりなんか言っちゃうのね。それではおれいこ様から。はいれいこいきます、はい東京都は足立区の秋山明、15歳高一です。れいこさんこんばんは。突然ですがれいこさんは僕の名前に聞き覚えはありませんか。わかんないな。僕は東海ラジオのれいこと緑のすっかりお姉さんでハガキを一度読まれたことがあります。あーと言ってもすっかり忘れていることと思います。僕はその時テレビ埼玉のサウンドスーパーシティという番組のことを書いてレイコさんの顔が電波に乗るという暴挙などと書いてしまいレイコさんに乱暴なやつと言われてしまいました。誤解されたくないので書きますがあの言葉は真意ではありません。読まれるために大げさなことを書いたのです。それにレイコさんが明るいからそのようなことが書けたわけでもし暗い人ならとてもそんな風に書けません。僕は佐田兄弟の明るい性格が大好きです。なんかアホみたいだねなんかアホな兄弟ってなんか言われてるみたい。明るい性格ってそうかな、うん、けなす気持ちは全然なかったといえば嘘になる。ほら嘘だよ嘘になるけど喧嘩を売る気などないのです。これからもれいこさん明るい性格で言ってください。僕もハガキのネタに困りません。あのねもうねいい加減にしなさい。明るいことはいいことですよ。でもなんか明るい明るい。それは確かにマサシさんは明るい、うん、存在自体も明るい持ってなんなんか他にはいや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 そうでしょ、うん、そうなんですよ。さださまだと苦労はいっぱいあっても、はい、明るく振る舞える。そうですね大人じゃんっていうか、まあ、いわゆるこう何も考えてないっていうところがあるかなっていう気持ち。そういう言い方もあるかもしれないですけど ね、そんなこと。あ、ごめんなさい、これやんの忘れたの。あ、そうね。いらっしゃい。何さんだっけ？秋山明くん。いらっしゃい。はい。じゃあ続きまして、野吉之おはがきいきます。いきますよ。板橋区の風見京子ちゃん、いらっしゃい。いらっしゃい。のちはじめまして。とは言ってもうどん屋さんには何度も言ってますがいつも食べる前にヘアバンドして必ずリンゴジュースを、リンゴジュースと定食を頼む子なんて覚えてないですよね。覚えてないわなちょっとそれ。でもリンゴジュースと定食とうどんと食べんの。定食ってね、うん、なめたけの炊き込みご飯とおうどんのセットになってるのが定食、うん、あそうなんだ。ランチタイムは650円が610円40円奥様お買い物上手みたいな。ああうどん屋の息子をランチタイムって言わないで。言わない、うん、お昼お定食タイム。ああそうね。そうそうそれお得な定食となんで。でリンゴジュースと頼むんだ。ああなるほど、ね。でもヘアバンドするんだってよ。何色のヘアバンドか書いてほしかったですね。いるんですよいっぱいヘアバンドの子。何老人のうどん屋さんに行くとみんなで一斉にヘアバンドするわけ。うどん食べる前に必ずヘアバンドだっていうね。カラフルですね。まだ X 攻撃っていうのはあるからね。それはないかもしれないけどな。これ色あげてほしかったな、1月15日だったと思いますがのちんさん忙しそうだったので、はい、お父さんにマーブルケーキを渡してしまったのは私です。その日実はお釣りが100円足りなかったのですがすいません。それマーブルケーキでごまかしたの受け取っていただいて、気が動転していたので初め分からなかって分からなくて後で気がついたんです、うん、笹塚の駅で切符を買ったらなんと100円多く出てきたんです。え何それどういうこと。お釣りが100円足りなかったけども、うん、きっと千円札かなんかで買ったらお釣りが100円多く出てきたんじゃないかな、はい、あらでプラスマイナスゼロじゃない。ねゼロじゃないよだって払ってないんだもん100円だから、
電車会社が損して、うん、うちは得したの100円。あ、そうなのか。前でありがとうございました。ありがとうございました。100円いいお客さんでよかったね。こういうお客だと嬉しいな。うん、それと、前行ったらのんちんさんがいなくて、お店の常連さんらしき人と、お店の方が話していたんですが、うん、あの人大変ね、なんかテレビ出てらっしゃるの、でも仕事なんかの付き合いで飲んで帰ってきても11時にはお店に出てますのよ。まあ、本当に偉い人なんですよ。怒ったことも一回もなくて、まあ、うどんの茹で方のことであったぐらいかしらね。いつもニコニコしてて、あんないい人見たことないですよ。そうかな。何、うどんそんなに褒めてもらったらいいのかしら。うどんの茹で方で怒ったことがあるの？あるんですよ。あの、一応、腰が大事ですからね。うんうんうん、あんまりべちゃべちゃに茹でると。はい。まあ、目安は11分。目安は11分。皆さん、目安は11分ですよ。夏は10分30秒。夏は10分30秒。はい、これがうどんのコツですね。わかりました。そのぐらいですね、もうこういうのは。はいはい、それを聞いて本当に嬉しくなって、またさらに好きになってしまいました。最後になりました、フルネームと生年月日を教えていただけませんでしょうか、ということでございますが、フルネーム脳が名字で、ね、チンが名前です。素晴らしい名前、脳チン、もう素敵だしょ、でしょだしょみらしよ、本当は脳よしゆきなんです。そうでしょ、脳チンって言いにくいですか。でもレイコさん、いや脳チンってね、あの言いにくくはないんですけど、こうやってはがき、おはがき たくさんいただいてて、うん、あのひらがなで脳チンって書いてあるとね、なんかね、良くないなって思ったんです。良くない、なんとなくイメージが。昔の萩本欽一さんがやっぱり言えなくて、私はこの名前は呼べないね、脳くん、結局脳くんでしたけどね。あ、ずっと脳くんね。脳くんの方が変じゃありません、なんか。脳くん、すごい。すごい、やっぱ脳ちんの方がいいですね、僕としてはね。脳ってでもとっても変わった名字ですよね。変ですね。はっきり言ってね。そうそうそう、まあはっきり言えばそうですけど、でも私一応ほらっていうのも変じゃありません。いいよ、普通です。そうですよね。そうでしょ。ありがとうございました。そうなんですよ。じゃあいきますよ。はい、はい、ブヨブヨタヌキとパツパツキツネさんより、いらっしゃい、レイコさんこんばんは。レイコさん、4月29日の写真館連れ込み事件を覚えていますか。連れ込んだんですか。覚えてる。ちょっと待って、読ませてね。あの時は大変失礼いたしました。え、覚えていない。覚えてるよ。ほら、キツネとタヌキみたいな女の2人組に突然声をかけられ、スタジオに連れ込まれて明星の表紙みたいに写真を撮った。そう、あの時の2人組です。あれ以来毎日見て見てと通る人に写真を見させております。見さすなよ。本当にありがとうございます。写真をぜひレイコさんにプレゼント。え、いらない。まあそう言わずにプレゼントしてあるんですが、どこへ送ればいいのでしょうか、教えてください。どこへ送っても笑われるのは確かですが。ではこれからも頑張ってください。どんな写真撮ったんですか。いや、一口坂のスタジオでレコーディングしてたんですよ、うん、でレコーディングしてて、うん、あのすぐそばにね、紅葉写真館とかいう大きな ビル1個がもう写真スタジオになってる、結構大きいスタジオがあって、それ全然知らなかった。古いとこでしょうね、じゃあ。そんなとこで大きい、ね、そうだから、ウェディングドレスのほら写真とかいっぱい置いちゃって、で、私と松本くんとですね、まあ、とにかく食事しようって言って外に出たんですよ、うん、で、まあ、スパゲティ屋さんでスパゲティを食べて、うん、出たところで、あの、すいませんって言って、髪の長い、まあ、キツネ顔って言うんですか。ご自分でおっしゃってますか。はいはい、か決してお礼子様が言ったことではない。私が言ったじゃないですか。ご自分で言ってらっしゃること。ご自分で言ってるパツパツキツネさんがですね、ブヨブヨタヌキさん。すげえペンネームだな、それ。これ良くないわ、本当、ね、うん、それで、あの、すいません、あの、あちらの方に写真スタジオがございますんですけれども、ご一緒に写真いかがですかって言われたの。うん、で、私、あの、よくマネージャーの松本君と二人でほら、あの、行動するので、うん、時々ね、新婚カップルとかね、恋人同士に間違えられるんですよ。はい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 、それで、あ、これは、なんか、ほら、新手の、こう、ほら、あ、ね、そういう商売でね、そう商売で、せっかくゴールデンウィークも始まったことだし、カップルであそこの写真館があるから、うん、なんか撮ったらどうですかと、1枚撮って2000円ぐらいぼったくってやろうと、そう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 、ね、でそういうふうに私は言われたんだろうと思ったわけ、うん、で、は、いや、でもちょっとレコーディングの途中の、ああ、そうですか、忙しいですかっておっしゃるから、うん、いや、忙しいって言えば、まあ、忙しいです、忙しくないって言えば、忙しくないですけど、で、あのどういう理由でって一応聞いたんですよ。うん、そしたら、あら、まあごめんなさい、私ファンなんですとか言われましてですね、あらららら、それでしょうがないから、じゃあ行きますって言ったんですよ、うん、そしたら写真館でしょ、もう本当にね、もう完璧な、でもこういうでっかいストロボ、もう、ね、1メートル四方ぐらいのストロボがですね、うん、スタジオに 5,6 発ぐらいあるとこで、あらららら、そう、それでもうその2人がですね、そのブヨブヨたぬきさんとですね、パツパツキネさん2人がですね、レイコさん、じゃあこちらの方にどうぞ、あ、マネージャーの松本さんもいかがですかなんて言って、そう、あら、まあ、それでね、主任さんって言ってね、呼んだら主任さんがいきなり入ってきましたですね、あ、じゃあ君ですかね、じゃあね、あの、どここ町のね、こう椅子が置いてあってね、そういう人に3人前に腰掛けて、うん、あ、そこの男の人はね、あの後ろに回って、あ、君、純ちゃん、純ちゃん、あのね、手はね、肩のところにこういうふうにね、あった。で、
あ、お前、もうちょっと、あ、表情硬いね。あそこの男の人、もうちょっとね、あの顔をぐっと前にとかね。もう完璧にね、プロなんですよ。ああ、なるほどね。そう。で、何が何だかわけがわからないうちに、なんか10枚ぐらい。え？ボンボンボン。1枚じゃないの？いや、違いますよ。あらまあ。もう 10枚以上なんか。俺子様大胆。いや、私が頼んだんじゃないと、だから。本当に。だからね、もう、ほんとびっくりしたんですけどね。あ、そう。だから完璧な、で、ちょっとね、あの、まあ、ポラロイドの写真をいただいたんですけどね、それがまたね、まるで私がね、女学校の先生みたいに写ってるんですよ。その写真はぜひ、西安の宛てに送っていただければ、番組も盛り上がるんではないかと、お待ち申し上げております。笑われると思いますよ。うん、それではここでお知らせです。水亀座、魚座、おひつじ座。東波トールレーズンプリンセスの新島弥生です。この間 CM の撮影でハワイへ行った時、ブルの海辺へ出てみたら流れ星が一つ。みんなに愛されるスターになりたいな。オールレーズンと一緒に弥生も応援してください。東波トールレーズン。問題です。アメリカのカーボーイがよく使う道具といえば、馬の鞍。ヒントです。それはあの美味しい東波とのポテトスナックと同じ名前をしています。投げ輪。そうです、東波と投げ輪です。軽い塩味の東波と投げ輪とポテコ。サボラちゃんのハハイミポツと頑張ってね。ノーチンとレイコ頑張るよ。さて、ほほえみポスト、今週はこんなおはがきをいただきました。レイコさんのおちんこんばんは。実に久しぶりにお便りします。私は小さな小児科医院の受付でござりまする。子供とは実に面白い生き物です。私たちの医院の待合室にはローでできた本物そっくりの乳幼児の健康弁不健康弁の標本が壁にかけてあります。それを見て子供はいろんなことを言うのです。ある日、男の子と父親が椅子にかけて診察を待っていました。受付の私に子供、ねえねえ、僕今日の朝うんち出たよ。私、あら、そう、よかったね。子供、うん。しばらく考えて、あのね、お父さんも出たよ。彼の父ちゃんは隣で頬を赤く染めてうつむいておられました。お父さん、一日一回の通電は健康の証拠です。よかったですね。その他、子供が母親に、ねえ、あのうんち本物？本物？母親は無言で週刊誌を読み続ける。ねえお母さん、あれ本物？誰がしたの？母親、うるさいね、本物だったら臭いでしょ。なんて会話も聞くことができます。子供って本当に面白いです。社会人3年生、毎日楽しく仕事をしています。皆様のおかげでござりまする、というね、お便りなんですけれども、うん、かわいい、かわいい、ね、子供ならでは。そう、うんこがね。そのお母さんの気持ちもわかる。壁にあったら怖いですよ、ね、ひたすら週刊誌を読み続ける母。そうその気持ちわかるな、うん、でもやっぱり疑問は疑問だって思っちゃうんだよね。かわいいね、うん。ペンネーム一休さんには東波と聖火よりハーベストほか美味しいお菓子の詰め合わせをお送りいたします。ありがとうございます。ということで、手前味噌なんですが、はい、今年の9月の多分20何日になると思いますが、うん、レコードを出すことになりました。サイコヒステリックスという、僕、はい、コーラスをやってるバンドなんですが、はい、そのビートでないとダメダンスという歌を聴いていただきたいと。Everybody, everybody, everybody.
母さん、よしおまたデスコか？お父さん、デスコじゃなくてディスコでしょ？このポテコは美味しい。ポテコじゃなくてポテト。トーハトポテコ。あら、ポテコね。軽い塩味のトーハトポテコと投げは。小さい頃使っていたグローブ。毎日のように仲間と遊んだ。父とよくキャッチボールをしたやつ。この味には、そんな思い出が詰まっている。変わらない美味しさ。キャラメルコーン。せいえいや。本では、いきなりですね、180年後から戻りましてね、はい、現代、先週サラさんが、いろいろと、テニアザゴーとか、うん、言ってくださいました、はい、子供の頃の恥ずかしい話とか。そうなんです、まあ、いわゆる私の微笑みポストっていう、ね、まあ、マイナーうまいねうまいねとうまいなの最上級。ありがとう。よくわかんないけど。では、お礼子様へ。よくわかんないけど行くわ。はい。ですね、これペンネームは書いてない。ない、ない。あ、滋賀県のともこちゃん。はい。小学校の理科のテストでソケットと書くところにラケットと書いたのは何を隠そうこの私です。中学校の歴史のテストでカバネと書くところにシカバネと書いたのも何を隠そうこの私です。極めつけ、高校入試の時十字軍の遠征と書くところに黒十字軍の遠征と書いたのもこの私です。というのがですね、はい、あの私の恥ずかしい話なんですかこれ。結構恥ずかしいんじゃないですか。そうですか、うん、そんなにでも私でもよくやってるこういうの。お礼子様、お礼子様多そう。すいません。続きまして、はい、栃木県の佐藤真由美ちゃんから。いらっしゃい。礼子さん、のんちんさん、こんばんは。私の10年前の話聞いてください。私の10年前、そう、小学校の2年生、はい、私が若かった時のことです。今日はお医者さんがいらっしゃってるので、みんなきちんと一列に並びましょうと先生がおっしゃったので、保健室の前に行きました。私の番になり、お願いしますと言って、私は口を大きく開けました、うん、するとその先生は私の目を裏返して見ていました。そう、その先生は眼科の先生だったんです。私は口を閉じることもできず、間抜け面で見ていただきました。幼いながらも恥を知ったひとときでした。わかるな、これ。それはかわいそう。お願いしますって言った瞬間にで目グリッてやってそれかわいそうだね。それはかわいそう、うん、はい、ではいきます。ですね、ペンネーム茶畑かほるさん。10年前、小学、あ、いらっしゃい、ごめんね。10年前、小学6年生の夏のことです。私は初体験をしました、ね、ええれいこさん、あの、後落ち着いてくださいよって書いてあります。私の初体験は、なんとテレビ出演であります。10問正解でハワイに行ける。そう、あのクイズ番組の小学生大会に出たんです。リハーサルのうちは 3,4 段ゴンドラが上がったのに、いざ本番となるとバッテンが2つついて退場させられ、復活したものの、結局1問正解で賞金は1,000円、まあ、スポンサーの胃薬&目薬セットももらいましたが、まあ、かっこ、はっきり言ってこのお土産の方が高価。夏休みが明けると、テレビに出られていいなと羨ましがられたり、学校の恥やんかなんてけなされたりで、もう大変。しかし、あの頃は家庭用ビデオなんてなかったから、お父さんがテレビ画面を8ミリで撮ってくれたっけ。こんなところで思わず時代が感じられるな。テレビ画面を8ミリで撮るってすごくないそれ。すごい。テレビ局行って撮ればよかったのにね。そんなことできるわけない。東京の人ってすぐそういうふうに思うのね。ごめんなさい、新宿生まれ、新宿育ち。ああ、もううるさいわね。なんかね、長崎は私なんか。私なんかね、自慢じゃないけどね。うちの。どうしてどうして？だってそんなことできるわけないと思うじゃない。あ、そっか。そうよ、テレビ局なんて、とっても怖くていけない、そんなの。ああ、そっかそっか。そうですよ。で、私なんかですね、うん、あの、うち何が、ちょうどレコード大賞かなんかでテレビに出てた時にね、うん、写真撮っちゃったもん。
テレビの画面を。そう。もしかしてうちにあるあのこう四角いやつでスイッチをプチってひねると中からサダのマスターがブッてやって、そうで画面にね、に兄貴が顔がねこうバカって出たんですよ、うん、それを画面のところとカメラの画面のちょうど端っこを合わせてバシッて撮ったら、はいはいはい、なんと出来上がってきたのがね顔がブエって横に広がるもうねサダマサシじゃないの。そうあれ結構すごいんだよね、うん、そうなの。テレビ写真撮るのって結構難しいもんがあるんだ。そうよ難しいよ大変だったね、うん、頑張ってね今度は違う撮り方を研究してみてください、はい、続きまして市原市ペンネーム悲しみの白い豚さんいらっしゃい。いらっしゃい。レコさんのちんさんはじめまして。私の不幸な10年前の出来事を聞いてください。今からちょうど10年前、私は小学校の1年生、やっと学校にも慣れた夏休み前のある晴れた日のこと。その日給食を食べ終わった後お腹の具合がおかしくなりました。どうやら牛乳が原因だし、普通ならトイレ行けば済むのですが、小学校ってのは大きい方をするとすぐバレてからかわれるんですよね。それが嫌で私は我慢しました。早く家へ帰ろうと心に決めました。授業が終わり急いで帰ろうと必死に歩くのですが、お尻に力を入れて歩くのはなかなか辛くて、いつもの道のりが倍ぐらいに感じました。暑い日差しの中一人で冷や汗かいて一生懸命こらえつつ、家まであと50メートルぐらいのところまで来た時転んだんですブロックにけつまずいて、その瞬間緊張の糸がぷっつりと切れ、お尻の力が緩みすりむいた足を引きずり半べそで帰りついた私の目には、母は何か感じたみたいで、何があったの？トイレに連れて行かれてパンツを下ろしたらコロンコロンと出てきて、母は未だにそのことを思い出しては大笑いして、あんたが結婚するときには絶対相手にバラしてやるからって言うんです。私の今までの人生で最大のおてん。これかわいそうくない？女の子でしょ。女の子かわいそう。それこれ結構かわいそうなもんあるよな。いやでもコロンコロンっていうのでよかったね。レコさんそうだよね。だってさ牛乳飲んで普通だとね、よく下すわけでしょ、ね、ちょっとコロンコロンではないじゃないよ、まあ、とても口に出してはご令嬢のレイコ様としては言えないかもしれない。私としては言えないですけど、うん、でも本当にそう思う。いやもうですからね。でもこれある恋のあと50メートル、もうすぐうちよかんこさんあっていうその瞬間わかるね。あれかわいそうな。おれこさんもそういうの近いものあった？私はね近いものはねあったよ。あと50メートルみたいなノリ。いやそういうんじゃないけどね。でも本当に大変だった。結構あった。柔らかかったからねそれは言えないな。さてさて、のちんでこの声援スペシャル、この番組はハートもおいしいの東ハト製菓がお送りいたしました。引き続き声援アネックスでお楽しみくださいませ。岩手の皆さん、いらっしゃい。いらっしゃい。というわけで、のちんれいこのセヤングスペシャル、今週はさだのまっさまがですね、はい、ハワイで曲作り、うん、焼きすぎてブラックライトにならないように願っておりますが、お願いしますよ。ということで、私のちんこと、はい、のよしゆきと、はい、れいこがピンチヒッターを務めさせていただいてます。さださんはですね、お休みでも、うん、この方は元気よく登場です、うん、ホテルアッピグランドの勝支配人、もしもし。はいはい。どうすか？いいっすよ。みんなこれで一回やりたかったんですよ。本当にもう一回やっていいですか？どうすか？どうすか？いいっすよ。いいな、いいな。カツさん、今週もよろしくお願いします。はいはい。それでは今週のクイズの回答者をね、うん、ご紹介いたします。はいはい。もしもし。もしもし。あやちゃん。はい。どうすか？いいっすよ。いないいないいない。いやいやいや。それではね、問題をカツさん。カツさん、それでは問題お願いします。はいはい。ですね。ホテルアッピグランドのシンボルマーク、うん、春夏秋冬をイメージして作ってあるんですよ、4つ、うん、で春は桜、はいね、秋はどんぐり、風流、ね、うん、冬はうさぎ、かわいい、はい、で問題です、はい、夏のマークに書かれているものは一体何でしょう、うんね、夏のマーク、うん、夏、うん、はい、1番ハト、1番ハト、1番ハト、2番トカゲ、
トカゲ。ね。3番、ウミウシ。うわすごいな。ね。はい。4番、イリオモテヤマネコ。イリオモテヤマネコ。これかもしれないな。こんな気がする俺。本当にもうね。まあ。難しかったかな。ちょっと難しいかもしれない、カツさん。それでは。それじゃあ、答えは?1番。1番。いいっすよ。いいっすよ。いいっすよ。すごい。カツさん。はい。カツさん。結構難しすぎませんこの問題。なんでハトなんですか山鳩。夏の鳥のイメージで。山鳩、ね、今隣で若干2名ほど受けまくってのたうち回ってる人ですか。山鳩ってあのどこにでもいる山鳩あれ夏はなんで鳩なんですか。え夏って鳩っていうのが分かった、ね、毛が起きて暑いのにね、うん、いやそこまで深く聞かないですいませんでした。聞いた私が悪かった。ガッサン今週じゃあもう正解だったんでプレゼントはそう。それでね、今山菜がいっぱい取れてるんですよ。こっち山菜が取れるからじゃあ、今日のプレゼントは山鳩だから山鳩いや、はい。それで明日みんなで山菜取りに行ってきますから。あらじゃあその取れたての山菜、取れたてのやつ送りますから。あれどんなやつが取れるんですか山菜って。タケノコとか、うん、あー美味しそう。タケノコ、ウドとか。あ、ウドいい。生ウド美味しいんですよね。そんなやついっぱい取れますから。あらら、はい、嬉しい。取れた分を送ります。取れた分、それ。取れなかったらなしってことですか。え取れなかったらなしっていうことでしょうか。取れなかったらなんか代わりのも送りますよ。あ、そうですか。すいません、よろしくお願いします。ね、これもね、はい、うちの子供と同じ誕生日なの。え今日うち誕生日なの。うち誕生日ってことないけど、子供が。本当に5月20日。あのね、そうあのね、うん、三浦あやちゃん、このあやちゃんのね、友達の中にも同じ誕生日の人がいますって、うん、あらーで、勝さんの子供も誕生日。そうなんです。あら、じゃあハッピーバースデートゥーね、おめでとうございます。ありがとうございました。まあ、はい、おめでとうございました。はい、ありがとうございました。というわけで、じゃあ、勝さんにはまた来週お願いします。はい、はいはい、そして、正解のあやちゃんの方にはですね、あやちゃん、はい、おめでとうございます。正解ですね。はい、ありがとうございます。はい、だから山菜を取れたら送るから。そう、送りますからね。はい。はい。ね、それでは、さようならね。はい。じゃあ、コマーシャルです。はい。音楽新現地 From A Live Alive 89 第1弾 Was Not Was 初来日決定。6月10日渋谷公会堂、11日川崎市立産業文化会館、14日大阪毎日ホール。その人なりの From A。 お問い合わせは有働音楽事務所、東京03-402-7281。 いつも From A はアルバイト探しの基本である。職種別の作品で見つけやすいのである。アルバイトのみならず得する情報が満載である。フロムエーは東京の学生の基本である。毎週火曜日発売である。その人なりのフロムエー。カーセンサーレディオインデックス、160馬力で独走化、特殊インテグラとファミリア、レビンほか 1.6 リッターライバル対決、そして頭金10万円と80万円でユーカーを買う。さらにストレイン AX 引き当たる、ソアラ年式別設定研究、ユーカー情報1万4000台、欲しい車が比べて選べるカーセンサー今発売中。レイコポトオチンのセイヤング頑張ってね。セイヤイヤハハハハ、今のすごくなかった。何なんだろう今の。えかの人狼なんで。でも頑張ったんだよ、きっと。頑張った、偉いわ、ね。はい、横浜市の脇直子さんには新しいカセットテープとテレフォンカードを差し上げます。さあ、それじゃあですね、セヤングが200周年になってもやっぱり深夜放送と人生相談。これは日本の伝統芸能になるだろうと。これをモットーにお送りします。のちん。レイコの明るい人生相談。というわけで、一見全く悩みのなさそうな、本当にないかもしれない愛の水中学コンビが皆様の悩みに真剣かつ明るくお答えいたします。お答えしますよ。いやー、これはお礼子様のための今の曲でしょうか。そんなことはありませんよ。違うんですか。いや、二人に合わせたの。あ、そうですね。そう、愛の水中歌だし。全然合ってなかったね。どんな水中歌な。というわけでいただきました、はい、のちん礼子さん、はい、質問がございます。はい、靴底の、あ、いらっしゃい言わなくちゃいけないんだ。すいません。はい。埼玉県飯能市のペンネーム、卓球小僧さんいらっしゃい。いらっしゃい。すいません。質問があります。はい。靴底のゴムはすり減りますよね。うん。でも、みんなの靴底がすり減れば、うん、莫大な量になりますよね。それらはどこへ消えるのでしょうか。
私もそう思ってた。うそ。本当。本当に。だって私ね、すごいね、ヒールのね、うん、あのこの靴底がすごい減りが早いの。じゃあどこ行ってしまうのと思ってた。どうなるんだろうと思って。それはね、集める人がいるんです。それを集めてリサイクルでまたかかとを作って売ってるんです。本当？嘘でしょ。だから俺友達いるんだろうな。これはどこに行くんでしょうね。嘘ばっかし言って。これお分かりの方はセイヤングにね、あのおはがきいただけたら嬉しいな。私分かる人いないと思うよ。多分ね。こんなのだって道端で一生懸命こうやって見なきゃいけないじゃない。本当にね。そうだね、そうだね。ごめんなさい、分かんなかった俺。一体どこへ行けるのでしょう。はい。はい、では次のおはがき行ってみたいと思います。ですね、足立区の匿名希望さんです。いらっしゃい。今一つ悩んでることがあるんです。それは5月25、26、27日と3日間中間試験があるんですが、英語がどうもうまくいかないんですね。これがまあいろいろ書いてあるんですけど、一言で言えばどうやれば英語が得意になるかです。どうか教えてください。ねえ、農人ってすごく英語が完璧って言うの。イングリッシュベレベラ、私大丈夫。ベラベラ、そういう風に聞きましたんですけど、いかがですか、このだからどうやれば英語が得意になるか。うん、I don't know。 やっぱり I don't know and I am no。 OK、 Thank you。 以上それだけ。いやだから、うん、それはまあ努力ですよ。だからどう努力すればいいの。あのね、一つだけ、うん、で僕が教わった湯川玲子さんに聞いたお話は、はい、彼女は、安い映画館に行って朝から晩まで映画を見たそうです、うん、はい。で最初は字幕スーパーを見ながら映画を見る、うんうんうん、2回目は字幕スーパーを見ないで英語だけ聞く、はい、3回目で大体こうほらストーリーが分かってくれば言ってることが分かる、うんうん、言ってること分かる。それをずっと繰り返したんだそうです、あの方は学生時代に、うん、それであの方は英会話が完璧になったと。あ、そうなんだ。これは結構美味しい方法かもしれませんが、うん、一つ難点。何でしょう。お尻が痛い。座り続けてると本当にお尻で、僕やったんですよ昔、うん、それはおすすめはできません。本当に痛い。でもビデオだったらいいじゃない。あ、お家でね。お家でビデオ一回借りてさ、うん、それはいい方かもしれない、ね、そうすると生の英語を覚えられるから、これは努力してみてください、うん、その代わり太るかもしれないけどね。バリバリ食っちゃってね。そう、いろいろ食べてね、気をつけていただきたい。はい、はい、続いてのハガキペンネーム、親から泣き疲れて困った子ちゃんからいただきました。いらっしゃい。いらっしゃい。代理のお二人様、リスナーの皆様、こんばんは。こんばんは。私ぜひご相談申し上げたく極細サインペンを取りました。はい。あ、極細サインペン。極細っていうからなんかすごい色のなんかこう極細色かなんかって今思ったけど、漢字を目ねえだ、振りがなしてくれな。極細サインペンを取りました。相談とは他でもない私の趣味についてなのです、はい、うん、私は自他ともに認める年齢層の高い人の不安で、うん、まあ、上は落語家の桂歌丸氏、うん、下はさだまさし氏。なんか似てないかもしれない。共通、全く趣味が自分の2倍下手すると3倍以上上の年齢ばかりなのであります、うん、佐田様は2倍から3倍になってしまうのかな、このままでいくと本当に自分の年齢を忘れて、よく言えば渋好み、悪く言えばまあそんなわけで、この趣味なんとか治るように良い方法を考えてくださいませんか、ということなんでございますか。いいじゃないですか、別に。別にね、悪いことはないですよね、うん、な若い女12、13のチャラチャラしたのを追っかけるよりも、うん、その渋めのナイスミドルっていうね。そうかな、桂歌丸さんとかさだまさしさんみたいな。いや私若い方がいいな、やっぱナイスミドル。え、え、そうっていう方が。だってじゃあ農人はどう。私はおばさんが好き。畳と女房、新しい方がいい。ほら、あんた言ってることと全然違うじゃないですか。いやでも、うん、そのやっぱりだから、うん、やっぱほら親に泣きつかれちゃったんだよ。そう、この子はね何歳なんだろう、うん、19歳。あら、ダメ、それはいけない。ダメかな。それはね、不純な精神。でもね、やっぱりあの、分かる気もするんですよ。やっぱ年齢層が高ければ、それだけ包容力もあるんじゃないかなっていうね。そうそうそう、落ち着いてる風に見えるしね。まあでもこれからあの、人間を見る目が、できてくるから、うん、あの、共に白髪の生えるまで。きっと若い人でも落ち着いてる人いるかもしれないよ。あ、いるいる。だからもっといろんな人と出会えばいいんだ、ね、出会えばいい。うん、と、うん、あの、お礼子様おっしゃっております。はい、さようでございます。はい、では、次行ってみます。群馬県前橋市の、別にスケベ心のことを言いたいわけではないんですけど、女性が見ても美しいヌードってあると思うんですよ。でも男性から見て美しいと思うところと女性から見て美しいと思うところはどのぐらい違うものでしょうか。実はうちの会社事務所に裸姿の女性、いわゆる一つのヌード写真のついたカレンダーを専務が置いておくんですよ。私は趣味が悪いと思ってね、こうそのカレンダーの上にいろんな写真を貼り付けてしまうんですけれど、もったいないからといって写真を剥がしてヌードを見せちゃうんですって。だからお聞きします、男の人が良いと思うヌードってどんなものなんですか。
まあその TPO に応じて違いますが、なんかすごい難しいこと今言わなかった？そうですか。 TPO にって何なんだ。だからそういうやらしい感覚の時にはやらしっぽいものでやらしくなくてちょっとスケベな時はスケベなものみたいな同じもんだねそれどう違うの。でもねやっぱあの、うん、部屋に飾っておきたい女性の、ラフ像みたいな感じの絵とか写真とか、はいはい、ああいうのはやっぱ綺麗だ、うん、芸術だなって思うのもありますよね。そう思う、うん、私だから、やっぱり女の人から見てね、うん、すごく綺麗だなと思うのは、まあ、もちろんスタイルもそうだけど、うん、その肌がね、肌が綺麗だなってまず思うんですよね。でだから時々あの銭湯なんかに行くでしょ。そうするとあの桜色に肌がこうなってたりするんですよね、うん、それ見るとやっぱりやっぱ女の人って綺麗だなと思う。ほんのり桜色ね、うんうん、であれ特に、ね、日本の人っていうのはやっぱ日本の女性は肌が細やかっていうでしょ、うん、日本の女性の肌っていうのはやっぱ綺麗だから、うん、お肌を大事にしていただければ女性の裸はいつでも美しいな。何でも綺麗なのよ。美しい。そう思うね。そう思いますね。私もそう思いたい。お礼子様の肌も綺麗。ありがとう。まあ、というわけで今取ってつけたように言った。いや取ってつけてはいない。そう本心から思ってますもん。ありがとう。お礼子様本当に肌綺麗。ありがとう。というわけでこれからもセイヤングにどんどん人生相談の話を送ってください。はい。AB ロードハワイ香港それともパリ。出発日をずらすビジネスクラスで行く。夏休みの海外旅行は作戦を立てて急いで予約しましょう。グアム、タヒチなどリゾートホテル180のリストもついて、いい旅見つける旅行情報誌。音楽新源地フロム A ライブアライブ89第1弾 Was Not Was初来日決定。6月10日渋谷公会堂、11日川崎市立産業文化会館、14日大阪毎日ホール。その人なりの From A。 お問い合わせは有働音楽事務所東京03-402-7281。ちょっと一服のコーナーです、はい、アウィークの小田さんからのお知らせです、はい。大変お世話になりました、リングプル運動についてアウィークからのお知らせです、4月1日放送のセイヤングでも報告しましたが、アウィークでは現在はリングプル活動はしていません。しかしその後たくさんの方々から今集まっている分は一体どうしたらよいのでしょうかとのお問い合わせをいただきました。そこで最後の受付をします。ただし、100% アルミ製のリングプルに限ります。落ちているリングプールの半分以上は鉄製ですからご注意ください。締め切りは5月27日土曜日、この日以降は受け付けられませんのでご了承ください。なおアウィークでは最後のリングプール整理を手伝ってくれる、ボランティアを募集していますので、よし一丁手伝ってやろうではないかという方はアウィークの方へ直接お問い合わせください、うん、電話番号は 03-498-1119 03-498-1119、午前11時から7時まで担当小田までお願いします。最後にお断りですけど、リングプルの郵送はしないでください。アルミの換金分の何倍も送料の方がかかってしまいます。以上よろしくお願いします。はい、そういうわけでリングプルって何ですか。リングプル、あ、リングプル、はい、あのほらこういうあの空き缶の蓋プシュッ、そう、あれをそう、それを集めてね、はい、なるほど、ボランティアの方を募集ということで、はい、ね、じゃあそれ電話番号もう一度、最後ですから、498-1119、はい、で、ね、間違い電話のないように、はい、よろしくお願いしたいと思いますけども ね、 ね、はい、しかしね、私ついこの間NHK さんの方でですね、5月の8日にアニメとアニメって漫画した漫画ですか。お兄様とですね出演いたしましてですね、マサ様とオレコ様が、いろいろね NHK で、そうなんです、おはがきいただきましてね、もうねデュエットで見つめ合わないものは前代未聞かしらというねおはがきもいただきまして、あのデュエットの曲、そうデュエットの曲なんですよ。でその曲をね、うん、おはがきもいただいてるんですけども、うん、レイコさんこんばんは、テレビで歌ったあなたを愛したいくつかの理由よかったですね、シルビアさんかと思った。でもなんか2人とも雰囲気が全然違ってすっごく素敵でしたね。アルバムのライナーノーツを先に読んで、アルバムってまさしさんのね、アルバムの中に入ってるわけで、はいはい、でそのライナーノーツを先に読んで女性とのデュエットと書いてあったってね、やだなって思ったけれど、玲子さんだったしとっても歌が良かったので気に入ってしまいましたっていうね、いい福岡県ペンネーム、うん、ドラちゃんからいただいたんですけどもね、ドラちゃんありがとう、ありがとう、
はい、それから、デュエットで見つめ合わないものは前代未聞かしらというのはちょっと大げさですが、うん、NHK 拝見しましたよ。一度生で聞きたいなと思っていたのですが、それより先にとにかく歌ってる姿を拝見できてすごく嬉しかったですというね。まあ本当にね、あれでもね、僕この間、ほら、はい、マサシングワールド拝見させていただいて、はい、中のサンプラザで、はい、中ちょっと中変な抑揚で、新宿育ちだから、あ、そうでしょ、英語ベラベラ、はい、英語ベラベラ、ね、あれすごく良かった。そうですか、うん、あの歌大好き。あれちょっと僕歌いたいんですよ。あ、カラオケないです。いいですね、カラオケ。だからまさしさんが歌ってるのが A 面で、うん、でレイコが歌ってるのが B 面。じゃあまさしさんとレイコさんのおレイコ様バージョンが入ってないやつ、はい、うん、まさし様とカラオケ、そうそう、あとカラオケプラスおレイコ様バージョン、そうそうそう、あ、それ A 面 B 面でカラオケどうでしょうか。シングルだから、まさしさんなんかと一緒にほら歌いたい方はさ、私おレイコ様と歌いたいな。あら、まあ嬉しいですね。あれいい歌だもん。どうしたの、なんか今日はもうよいしょよいしょよいしょみたいな、ね、いやでもあの歌ほんと好きなの。そうですか。でこの間感動したのがマサシングワールド見てて、はい、あの前半のミュージカルで、はい、あのオーバーオールみたいな着ててへへへみたいなお芝居をなさってたにもかかわらず、ちょっとなんだべへへってなんですか。にもかかわらず歌に入るといきなり、はい、いい女じゃんみたいな、目つぶって聞いたでしょ。あ、いや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 、そんなことない、そんなことない。でもあの歌はとっても良かった、うん、そうですか。サラ様で歌ったあの歌ぜひ今日も聞きたい。私はリクエストしたらよろしいでしょうか、ね、あら、まあどうしてそうやってね、まあ打ち合わせのように言ってくださるんですか。それでは私レイコが兄貴と一緒に 歌っております立小屋加藤の決心の B 面になりました。あなたを愛したいくつかの理由、聞いてください。のちん、そしてご令嬢おれいこ様のセイヤングスペシャル、短い時間でしただけど、まあ楽しくお送りしてきたと思いますが、いかがでしょう。そうですね、もうとにかくこんなに野球が押すと思わなかったもんですからね。すいません、押しただけで焦ったでしょ、なんかでね、僕やっぱりジャムジャムのお兄ちゃん送ってくれたから間に合ったようなものの、うん、下手したら電車に乗れないとこの番組間に合わなかったんですよ。そうですよね、まあ、あと本当10秒、うんうん、だからもうやっぱそれがドキドキしちゃって、本当にすいません、もう慌てちゃって、いやいや、ね、おはがきいっぱいも読みこぼしがあるんですよね。本当にね、もう私だいたい来るときにおはがきが来てなかったらどうしようって、そればっかりがすごくね心配だったんですよ。でもいっぱいおれいこ様あってのおはがきいっぱいですよ。いや、おれいこ様じゃなくて、あの農人だってすごくたくさん来てましたね。うちに親戚多いんですよ。まだ他にあるんですけどね。親戚、いや結構書いてくれる親戚もいるみたい。あ、そうですか。でも、ね、本当に書いてくださった方申し訳なくて、ごめんなさい。どうしましょう、おれいこ様。やっぱり私たち喋りすぎるんじゃない、少しねえ、うん、ベラ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 、やっぱりさだ様のようにこう、うん、無言で、そうそう、歌は歌、歌う、あとはコンサート、ね、無言じゃないわね、サラ様。どこが無言なんだ。全然ベラベラ、本当にね、まあ、というわけで、はい、とりあえず来週をじゃあまた、そうですね、ということで来週はね、森川ゆかりさんを迎えてね、再来週に迫ったセイヤング創業20年スペシャルマンスリーの前夜祭をお送りしますよ、ですからあなたのね、思い出のラジオ番組のエピソード、ね、例えばラジオ番組にまつわる思い出の歌とかをね、大募集いたします。またあのセイヤング版独占女の時間ちょっと待ってサンデーをと題しましてですね、あの女同士のしょうもないお話、女にしかわからない愚痴不満をね、大募集しておりますのでね、電話番号を忘れなくお書きくださいね、はいはい、またあの森川ゆかりと私の2人への質問もお待ちしております、はい、宛先は、162、ごめんなさい、160-02、郵便番号160-02、文化放送レイコとゆかりのセイヤングまでおはがきを。来週ゆかりちゃんとセイヤング頑張ってくださいね。はい、頑張ります。すいません、何にも助っ人になりませんでしたか。いや、もう本当に今日はノーチンがいてよかった。私もということで、そろそろお別れ、どうもありがとうでございました。